さて、このキリエちゃんのふもとには、また後ほどお伝えしたいと思います。前田さんの温泉町として栄えたこの町には、道東たちが晩年の住まいとした里坊が数多くあり、あの地により作られた石垣や白壁と、完成な庭園が当時の面影を残しています。坂本には紅葉の季節、ライトアップの時、幼稚園児や旧築地に大臣など、どちらもたくさんございます。また坂本から自衛官を結んでいるテーブルカーは、日本一長いテーブルカーとなっておりまして、坂本と自衛官を約11分で結んでおります。途中この琵琶湖が国宝らしくご覧いただけるスポットも出てまいります。まあ本来の方ですね、ミリカルとか求められます。皆さんもね、きっと歌をたくさん上げてくれていることでしょう。たくさんで美味しいもの食べてくれるので、ぜひぜひ。そして帰りの時は気をつけてくださいね。ただいま、ゆっくり展開しております。こちら、西岩港、進行方向右手側、進行方向右手側の景色、ご紹介いたします。少し後方になりますが、強い大きな風車がございます。進行方向右手側です。